皆さんこんにちは。そしてただいま、ポポです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は11月27日月曜日です。急な日本行きから11月25日土曜日の夕方にフランスに戻り、痛い11月26日昨日日曜日に自宅に戻ってきました。ご存知の方もちょっと待ってくださいねご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は6月からダイエットを行ってきました。そして5ヶ月半で約7キロ減量をしました。日本に出発する前、11月半ばの体重は、45.85キロでした。で、旅行中、日本滞在中はもちろんもうダイエットのことは考えずに、せっかくの機会なので自分の食べたいものを美味しくいただきました。なのでもちろん体重は増えるだろうなと覚悟していましたし、増えても構わないというつもりで日本そしてドバイでの食事を楽しんできました。そして昨日なんですが、うちに着いてすぐ体重を測ったところ 49.4 キロ、なんと2週間で 3.5 キロ増えてました。まあ増えるだろうなと思っていましたが、 3.5 キロ、やっぱりなというか、そんなにというか、1ヶ月で1キロ減らすのはとっても大変なのに、2週間で3キロ増やすのはいとも簡単なんだなと思いました。いつものようにこちらの体重計で体重を測ってみたいと思います。いつもと同じ服装、マイクをつけて携帯を持って体重を測ってみたいと思います。よいしょ、ごめんなさい、思わず声が出てしまった。49.45kg です。ほらね、ほらね、やっぱり前回動画で測った時は 47. いくつだったと思うので、それ10が、いやーちょっと待ってください、ね、いっちゃんかむ、そこお肉うまいけど。いっちゃんそこお腹なんでこんなに体重が増えたか、それはもちろん日本で焼肉とか唐揚げとか、そしてもう今回はモンブランを1日1個食べてたのが体重増加の原因だと思います。モンブランっていうのはね、フランス、意外とフランスのケーキ屋さんには売ってなくて見つけるのが難しいので、今回日本にいた時に毎日モンブランを食べていました。ちょっと待ってくださいね、いっちゃんもうやめとこうかというわけで5ヶ月かけて減量したダイエットが水の泡というか、また少し戻ってしまいましたが、またこれから体重を戻していこうと思います。一回減ったやつがちょっとリバウンドして、ここからどう戻していくかがこれからの私の新しい課題だと思っています。で、まあ一度やってきたこと、一度通った道なので、またそれをすればいいわけなのですが、一度通った道また行くのもなって、もうめんどくさいな、もうしたくないなと
という気持ちも正直ありますが、これから年末年始また食べる機会が増えるので、それまでに少しリセットしたいと思います。で、こんなねおばさんの体重測定を見ても何も面白くないかと思いますが、一人でも見てくださる方がいると思うと励みになりますし、気持ちも引き締まりますので、 YouTube で自分を晒しながら自分の気持ちを奮い立たせて頑張りたいと思いますので、よろしければお付き合いください。お願いします。というわけで今日はこれぐらいで終わりたいと思います。あと動画なんですが、今回の日本帰国は父と母にはもう全く言わないで、玄関開けるまで言ってなかったので、その時の様子とか動画にしたいんですが、まずは先日、娘の卒業式でトゥールーズにいた時の動画がまだもう少し残っているので、そちらを上げてから、日本帰国編の動画を作りたいと思ってますので、どうぞよろしくお付き合いください。それでは今日もここまでお付き合い本当にどうもありがとうございました。フランスへもとっても寒くて、一昨日帰ってくる時、機内のアナウンスで現地の気温は3度ですと言われた時は、私もフランス語聞き間違えたかと思いました。というわけで暖炉をつけています。くーちゃんが住んでいる町ナンシーでは今日は雪が降ってるそうです。日本はまあまあ暖かかったし、ドバイはとても暑かったので、この気温差にちょっと気持ちが見えていますが、またここで頑張っていきたいと思います。またこれからもよろしくお願いします。